はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もドラクエスーパーライトプレイしていきます。いやー、久しぶりの、はい、スーパーライトの動画となりますけど、まあ福引きも引くやつあんまりなくて結構溜まってたんで、はい、ほとんど動画上げられなくて、マスターズ GP の方もね、あんまり進展なくてね、あれからそんなに強くしてないって感じですね。でもジェムは貯めてたんで、今回、福引きやっていきたいなと思います。なんかすごいイベントも始まったみたいなんで、これだな。あ、これじゃないな。買ったんだよな、あの神獣の交換券のやつのお得セットで、いろいろ手に入ったんで、それを引いていきたいなと。で、今まで溜まったやつも引いていきたいなと。ランクエストもあるんでね。じゃあどうしようかな。こうダースガルマ引くか。持ってるんですけど、これは。あ、2枚。まず引いていきましょう。何連になるかな。30連はあると思うけど。まあ、ここはあまり期待しないよ。まあね。これはまあね。辛い。これは仕方ないですね。まあ。これは、あ、違うな。これはジェムで引くやつか。じゃあ S は置いといて、真珠フェイスのやつ、スーパーで引こう。お、8枚ある。これは一つだけ、これは一つぐらい、金が来てほしいよ。さあ、ワタボウかワルボウか。お、どうだ、真珠だぞ。真珠来る。いや、君はいいんだ。スプーン持ってるおっさんはいいんだ。うん、あー、マジか。うわー、真珠欲しかったな。欲しかったよ。これは仕方ないな。福引き、これ、旅、カッコ旅ってなんだ。これ1枚。何が出るんだろう。金、地図？あ、違うのか。なんだよ、こいつ。いらねえよ。腐った人いらない。これか。エルギオス。エルギオス欲しいよ。めちゃくちゃ強かったな、こいつ。なんか、新イベントのやつも始まったんですけど、あれもめちゃくちゃ難しいですよね。暗黒魔人かな。暗黒魔人って言えばね、DS の、3DS のやつだったっけな。ジョーカーかなんかで。あー、雲か。めちゃくちゃ強かった思い出があるんですけど、ネット対戦でね、ほとんどあいつだった気が。暗黒魔人。鋼鉄魔人か。1時間ぐらい戦って、もう、高3みたいな感じだったけどな、あいつ。ちょっと見ようかな、それ。あ、これですね。呪われし魔球。なんか色違うんですけど、こいつ。なんだったっけ、暗黒鋼鉄魔人。こいつめちゃくちゃ強かったんですよね。いやー、思い出すな。そして、あ、まだ真珠フェイスのやつある。あ、3枚もある。これ金欲しい。頼む。今んとこワルボ。いやー、ガチャ楽しいな。おっ。あー。誰だ誰だこいつ。わからねえ。くそー。じゃあ、あと福引きスーパーがあるのか。よし、行っていきましょう。まず魔王からかな。こっちは金地図が出るのか。全部金地図？なるほど。あ、これ2枚ある。これは何枚あるの？あ、1枚ある。相当引けるな。今回50連ぐらいになってんじゃんか。よし。魔王の10連。どうだろう。お、あー、ガイコツちゃん。何1回言って。あ、そういうことか。お、人面獣嬉しいな。人面獣使えるんだよな、マスターズ GP で。もう一回やるか。お、勝手に行った。さあ、お、お、ああ、な、どういうこと、何こいつ。お、あ、ゴルム将軍。あ、全然いいよ。強いよな、こいつも。こいつにボコボコにされたことある。なんか鉄球振り回されて。マスターズ GP でやられてるよ。もうないか。あー、なるほど。
あと2つになりましたね。じゃあこっちから引くか。ランクSは置いときたい。全部禁止図これ。やったぜ。来い来い、来た。どうだ。うわっ、おっ、ヘルバトラー来た。強いんだよなこいつも。ニオナズンで何回殺されたか。おっ、おい、マジでマジで、え、いや嬉しい嬉しい。お、え、本当に本当に、え、何これ、何これ、どうなってる、え、どうなってんの、何が起こってんのこれ、え、マジでフィーバー、え、これ S ランク何パーなの、魔王、え、3体 ?4 体出たんだけど。すごすぎるこれ。なんだこれ。S。いや S 引かなくていいんじゃないかなっていうぐらいの引きだったんですけど、行きましょうか。いやもう何が来ても OK。OK ですよ。なんだろう。あははは、マジか。エビルプリースト使えんの。なんかこいつ仲間になったイベントがあったよね最近か、ちょっと前か。こいつじゃなかったのかあれ。なるほど、じゃあ仲間にしてきます。はい、ということでね、今回大勝利だったんじゃないかな。いやめちゃくちゃなんか出て、金地図10枚のやつがすごかったですよね。いやすごかったな。多分今後この引きはないんじゃないかなっていう。はい、神引きでしたね。はい、今後もこんな感じでちょいちょい節目というか、いいガチャが引けそうな時に動画を上げていきたいなと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。